2024年全日本ロードレース選手権、開幕戦は三重県鈴鹿サーキットで開催された。2023年と同様、スーパーフォーミュラと共催の 2&4 レースとして JSB1000 クラスのみの開催となったが、4月後半に第2戦として開催された前年と比べ1ヶ月以上早い3月上旬の開催、さらに寒気が訪れたタイミングでのレースとなってしまい、各チームは低温の路面コンディションへの対応を迫られることとなった。2024シーズンをホンダ勢のエースとして迎えたのは SDG ホンダレーシング名古屋鉄平。2023年はランキング4位で終え、今シーズンはゼッケンナンバー4をつけての参戦。ホンダのトップライダーとしてまずは JSB1000 クラスの初優勝を目指す。2023年には2レースで2度の表彰台登壇と結果を残した鈴鹿での 2&4。 しかし今年はマシンのモデルチェンジと路面温度の上がらないコンディションに苦戦。金曜のフリー走行中、 130R への進入で大きな転倒に見舞われてしまう。正直ね、我々もちょっとね、想像しない感じでの転倒だったんでね、正直びっくりした。やっぱ1回ああいう風になると、オートバイに対する信頼性、タイヤに対する信頼性、そういうものがね、やっぱり失うのが一番怖いんで、ライダー生き物なんでね。とりあえず今回のそういう、アクシデントがあったことに対しての、我々の対処法はこうだよと。だからおそらくフロントに対する不安感っていうのは、これでだいぶ軽減できると思うんだ。だから鉄平はその T カーに乗り換えて、コースに出ていくときにそれを実際に自分で確認してくれと。その代わり、それでそのセッティングで攻めていくと、当然根が出てくるので、それはその時点でタイムが上がってきたところで対処しましょうねということで、鉄平のね、まず気持ちをレーシングスピードでまた走れるようになるため の、 その気持ちにするための手法っていうかな、そこら辺のところはすごく気を使って、言ったつもりなんだ。で、幸いなことにやっぱりすごく強い気持ちの持ち主でね、鉄平も本当に俺の想像以上に頑張ってくれたので、明日の予選で1位取り返したいなと、で決勝に向けていきたいなというふうに思ってます。本当に大きいクラッシュだったので、メンタル的にも結構ショックが大きかったんですけど、できるだけコースの上にいて少しずつ感覚を取り戻すっていうのが必要だなと思ったので、マシンのアジャストっていうよりもできるだけトラックの上にいて周回を重ねて少しずつ少しずつペースを掴み直したっていうところです。やっぱその大きな転倒だけになかなかリズムを取り戻すことができずに、本当に苦戦はしているんですけど、その中でも、いろんなコンディションが悪くなる方向の中で、対策としていろんな方向を試しているので、それを明日はもう予選になっちゃうんですけど、そこでさらに試してもう少しタイムアップを狙いたいなと思っています。アクシデントに見舞われながらも予選に向けて前を向く名古屋と SDG ホンダレーシング。しかし土曜日の鈴鹿は時に雨や雪がちらつく荒れた天気となり、この日予定されていた JSB1000 クラスの予選セッションはキャンセルとなってしまう。その結果、転倒の影響もあり、思うようなアタックができなかった金曜日のタイムでグリッド位置が決定。名古屋はグリッド18番手と苦しいポジションで決勝レースのスタートを迎えることとなった。ピットウォークの人混みの中、一段と注目を集めるマシン、それはデュカティパニガーレ V4R だ。2023年ワールドスーパーバイクでタイトルを勝ち取った正真正銘のファクトリーマシン。ライダーは2023年の最終戦鈴鹿でダブルウィンを飾った水野亮。オフシーズン最大の話題となったこの強力なパッケージを作り上げたのはデュカティチーム加賀山、そしてその代表である加賀山幸男だ。16歳から鈴木ニューヨーに所属して、プロのライダーとして33年間かな、
一緒にやってもらったんだけど、まあ、そこには感謝しかないし、そこを離れる決断っていうのはねすごい大変だった。だけどいろんな事情があって、まあ、鈴木と一緒にねレースを勝ちに行くっていうのがなかなか難しい状況だったので、今回ルカッティという強力なマシンとイタリアの協力もあって現実することができたんだけど、まあ、それにはいろんな角度からの俺の メッセージというか意味があって、まあ、自分にしかやれないこと、それから今の全日本ロードレースとかに必要なことだと信じて決断した。大変だったな、寝れない日が続きましたね。それこそ準備のところ、機材の集め、メカニックとの、ね、やり取りもそうだし、指示の出しもそうだし、まあ、自分一人じゃ全くできないし、マネージャー、手伝ってくれるマネージャー、それからメカニックたちの踏ん張りがあったからね、ここまでたどり着けたんですけど、まあ、今も最中です。寝れない日がまだまだ続いてます。まあでもこれはね、あのモチベーションとして今すごく楽しいし、ストレスはないかなって感じだね。寝れなくて辛いけど、はい、やってます。ファクトリー車両を使わせてもらって日本でチーム加賀山がレースするっていうことなんだけど、海外のニュースサイトに記事になったことありますかと。ヨーロッパであるとすれば、まあヨーロッパ絡みの GP ライダーを連れてくるとかそういうネタだと思うのね。だからすごく誇りに思ったし、逆に嬉しかった。でやっぱりイタリア大使館でやった理由っていうのは、ヨーロッパの文化ではやっぱモータースポーツってポジションが公的建物だったり公的の団体でも喜んでこの迎え入れてくれるっていう文化は日本に伝えたかったのね。なかなか日本の機関がプライベーターのレーシングチームのオートバイを使ったレースでどうぞどうぞ発表会一緒にやりましょう、うちがどうぞどうぞ盛り上げていきますよって言ってくれるのは多分日本には探せないかなと思いました。でもね、それを日本のみんなに伝えたいの。ヨーロッパではもうロードレース2輪もこういう位置にいるんだよ、こう公共施設の人たちが認可してくれるっていうのを伝えたいし、そこを目指してほしいと思うから、イタリア大使館でやれたことをみんなに伝えたいかなと思いました。マシンのシェイクダウンからわずか10日後にもかかわらず、チーム加賀山、そしてライダーである水野は順調な発進を見せる。金曜日には2番時計を記録。予選セッションがキャンセルとなったため、グリッド2番手からデビューレースに臨むこととなった。セットアップを進めてすごくいいものが見つかって、で、まあ、午後にタイムアップができたので、まあ、やっとベースが見つかったっていう形だし、まあ、ペース的にもまだまだこう余力がある中で、まあ、順位こそは2番手ですけど、タイムは決して悪いタイムではないので、まあ、いい2日目になったかなと思います。自分のベストタイムが上がるとおのずとアベレージタイムが上がるので、まあ今日は6秒0だったんですけど、もともとこのバイクで持ってるタイムっていうのがテストだと7秒台だったし、昨日も6秒台出てなくて、やっと入った6秒台が6秒0、ほぼ5秒に近いタイムだったので、まあ、走っててもアベレージがもう6秒中盤とかぐらいでは走れそうなんですけど、6秒前半とか、まあ、5秒かするぐらいになればもっと十分戦えると思うので、まあ、とにかくそのベースを上げるっていうよりかはちょっとトップを 上を上げてアベレージタイムも引き込んでいきたいなと思って。水野同様、監督である加賀山もここまでのセッションに十分な手応えを感じていた。まあ、でもね、まだまだファクトリー車両の性能は出し切ってないと思うよ、うん、なので量もまだまだ手探りだと思うし、我々チーム側も手探り、それからエンジニア、ファクトリーからのエンジンが来てるけども、まだまだブリヂストンとの相性を合わせ、いいタイヤなのは間違いないんだけど、もっともっとセミナー線の相性合わせだったり、日本の空気、温度、路面に合わせるプログラムがまだまだ足りてないので、伸びしろって意味じゃ期待してほしいなと思います。開幕戦鈴鹿ラウンド、金曜日に全ライダー中唯一の2分5秒台を叩き出し、ポールポジションからレースに臨むことになったのは長嶋哲太。近年の鈴鹿8体の主役といってよい長嶋が
ダンロップタイヤのフルサポートを受けて JSB に初参戦するというニュースは、チーム加賀山のデュカティでの参戦とともにオフシーズンの大きな話題となった。デビュー戦であるこの鈴鹿で長島は見事タイヤのポテンシャル、そして自らの持つ速さを証明してみせた。まあ自分としてはね、正直まだまだ詰めなきゃいけない部分があるんで、とりあえず今日どのくらいのその本気のポテンシャルというか、まあ自分はここ数年8体でもポールを取っていて、まあそのポールタイムっていうのをまあ越すことを目標にちょっと今週今テストから取り組んできて、まあ昨日はちょっとねいろんな問題があって詰めきれない部分があって、じゃあ今日に向けてアジャストをしてたところだったんで、まあそれを見せれなかったっていうのも悲しいですけど、まあその分本当明日しっかり、まあ、みんなといいレースをして、まあガチンコのバトルを見てもらって、まあ、お客さんに満足して帰ってもらえたら嬉しいかなと思います。2024年全日本ロードレース選手権開幕戦鈴鹿ラウンド、空模様もなんとか持ち直した鈴鹿でポールポジションから開幕戦に臨むのはゼッケン30長島哲太。デュカティ移籍後初レースとなる水野亮が2番グリッド、予選キャンセルの影響を受けてしまった名古屋哲平は18番グリッドからのスタートとなる。レッドシグナルが点灯、そしてブラックアウト、ついに開幕戦14周の戦いがスタートした。見事な飛び出しでホールショットを奪ったのはゼッケン3水野亮。長島は3番手で1コーナーに飛び込むが、その後 S 字コーナーで2番手、さらに逆バンクで水野からトップを奪いレースリーダーへと浮上。しかし間もなく水野がやり返し再び先頭の座へ。SDG がサポートするライダーとチームの2名がレースを牽引する展開となる。18番グリッドからスタートした名古屋も13番手まで一気にポジションアップ、さらなる追い上げを試みるが、3ラップ目最終コーナーで転倒が発生し、レースは赤旗中断という展開。クイックリスタートで全14周のまま仕切り直しとなり、ライダーたちが2度目のスタートを切っていく。そして今度はゼッケン30長島哲太が先頭で1コーナーへ。ヤマハワークスの2台を挟み水野が4番手という出だし。しかしオープニングラップで水野が3台を抜き去り先頭へと浮上する。長島は3番手、名古屋は12番手を走行。その後先頭では水野がヤマハを抑えてトップを走り続ける。レース中の一つの目安としていた2分5秒台をマークし開幕戦をリードする見事な走り。少し遅れて3番手を行く長島は水野とは逆に金曜日にマークした5秒台を記録することはできず、3番手争いは次第に激しさを増していく。名古屋は単独で12番手を走行、後方からのスタートで大きくポジションを上げさらに前を行く集団へ接近していく。7ラップ目トップを行くのは変わらず水野。長島はポジションを下げ5番手。そしてこのラップでついに水野が先頭の座を明け渡す。しかしその後は引き離されることなくじりじりともう一度差を詰めてゆき挽回のチャンスを探る。名古屋はついに前を行く集団に追いつき、ここから一つずつ順位を上げようかという展開。しかし10周目に S 字で転倒が起き、セーフティーカーが導入される。SC 解除後に再び水野がトップ争いを繰り広げるかと思われたが、さらにもう1台の転倒が発生しレースは再び赤旗中断。
SC ラン中の11ラップをもってレース成立という結果に終わった。SDG がサポートするチームとして水野亮がデュカティでのデビュー戦で2位表彰台を獲得。レース始まってみると思ったよりこうやっぱ気温も低いしグリップ感が想定していたよりも得られなかったので、まあ、序盤からペース上げていこうという形で赤った前も赤った方も、前でなるべく引っ張る形でいたんですけど、まあ、途中自分のペースがちょっと落ちてしまった時に長谷川さんに抜かれてしまったので。まあ、最後赤旗で終わったんですけど、その時に自分が前を許してしまった形がこの結果になるので、まあ、この2位は自分のせいかなとは思いつつ、まあ、ただまあ、先週のシェイクダウンからここまでの、まあ、約5日間走行時間を考えると、この2位という結果はすごい前向きに捉えられますし、まだまだ、まあ、強敵のヤマハファクトリーに対して、やっぱまだ叶ってない部分と自分たちのポテンシャルがすごくあるなっていう部分をレース中に感じることができたので、まあ、今シーズンが非常に楽しみな手応えを感じましたし、まあ、結果はもちろん悔しいですけど、チームのこれまでの準備を考えると、まあ、最低限の、結果を残せたと思うので次の茂木こそは優勝を狙えるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ダンロップタイヤを履いての JSB1000 クラスデビュー戦となる長島哲太は4位でフィニッシュ。水野と共に SDG がサポートするライダーとチームの2人が今回のレースを盛り上げた。まあ、もちろん一発の速さっていう意味では他に引けを取らず、まあ、負けてはいないとは思うんですけど、まあ、やっぱ今日初めて決勝を戦ってみて、まあ、足りないところが見えてきたというか、あんなにドゥカティ速いと思わなかったし、ヤマハファクトリーもやっぱ早かったし、まあ本当ファクトリーでやっぱ早いなっていう、まあその中自分らはプライベーター本当全部変える部品でねやってるんで、まあ、もちろん難しいところはあるんですけど、別にそれを言い訳にするつもりもないですし、それでも全然戦えるとは思ってるので、まあただそこにはやっぱし時間は必要で、まあ本当ここがスタートなんでね、そんなに悲観するほどの内容ではないと思うので、ここを機にこれからタイヤの開発も進んでいくと思うんで、皆さんの前で早くトップ争いができるように頑張りたいと思います。フリー走行での転倒、その後の予選キャンセルによりグリッド後方からのスタートに苦しんだ名古屋鉄平は11位フィニッシュという結果。2年前この時期に大きな怪我をしたって決まりましたし、もちろんそのやりたくないって言ったらあれですけど、危険を承知の上で行われたレースで、まあ、みんながイコールではあったので、その中でやっぱ詰めきれない部分が大きくて、それがもう本当に結果として残ってしまったレースではあったので、非常に悔しいというか本当に情けないレースだったなというふうに思います。決勝は多分ウィーク通して一番いいコンディションの中で行われたので、その中で前24年型の CBR のいいとこ悪いところっていうのが、まあ、周りに走ってたライダーも結構 CBR が多かったので、まあ、周りとの違いだったりもレース通して見ることができたので、まあ、そういった情報をもとに次のモテギ、いい方向に進めればなっていうふうに思います。全く満足いく結果ではないし、まあ、ちょっとチームとして反省すべき点、まあ、そこから改善していかなければいけない点っていうのは、まあ、ただ見えたレースではありました。ただまあレース内容としては6番手集団まで、まあ、18番グリッドから追いつくことができて、まあ、あわよくばそこの、ね、前に出られるチャンス、そしてペースがあったので、まあ、少し残念な部分ではあったんですけど、もともとそういった状況になってしまったその木曜日、金曜日の難しい状況、まあ、それによってグリッドが沈んだこと、まあ、そういったところがまあ反省点となっているので、まあ、そこはしっかりと次戦の敵に向けて、まあ、きちんと対策をね、あとはその新型となった CBR に関してもまだ正直言って煮詰めが足りていなくて、まだトップに届く位置にはいけないんですけど、まあとにかく早く精力的に開発を進めて、少しでも早くトップグループに返り咲けるように次戦も頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。関口太郎は木曜日の転倒の影響で金曜日には走行できず、
決勝ではグリッドに並んだものの、肋骨の骨折のダメージが大きく、サイティングラップでリタイアを決断した。まあ、全ては木曜日の、転倒で、肋骨を、ね、ちょっと痛めてしまって、まあ今日の決勝も走ろうとは思ったんですけど、まあ、ウォームアップラップでやっぱ痛みがつくとひどくて、走れる状況ではないな、まあ、リスクを犯しても、あれかなと思って、まあ、今回は、リタイアすることになりまして、はい、ただ次戦に向けて、まあ、しっかり体を治してね、またいいポテンシャルで走れるように、精進していきたいなと思ってます。次戦、第2戦は茂木での開催。再び SDG がサポートするライダーとチームの活躍を期待しよう。